それおはようございます。それではビジネスと良心のですね、第3回目の講義を始めたいと思います。動かないな、動いた。今日は、最後ということで、まとめというかこの講義自身が非常に僕にとっては難しい講義なのでうまくまとめられるかどうか分かりませんが、今まで述べてきたことをですね、振り返りながらそのビジネスと良心というものについての外観をですねもう一度振り返りたいと思います。で、講義のアジェンダここに書いてある通りですけれども、今回は最終回ということなので、最後に皆さんにレポートを書いていただくことにしています。すでに紙の方もお手元の方に行ってるんですよね。はい。40分ぐらいあるいは45分ぐらいもう少し長い時間になるかもしれませんが書いていただける時間をですね用意して皆さんにレポートをお願いしたいと思います。で、前回、第1回目はですねその企業とは何かで、第2回目はその、企業にとって一番重要なそのイノベーションに関してのお話をしました。で、ちょっと時間配分があんまりうまくできなくて、最後の方でビデオを見ていただきました。スティーブ・ジョブス、お亡くなりになりましたけれども、アップルの創業者、で一回追い出されてですね、でまた戻って、そのアップルを今のような形の会社にした非常に経営者としては非常に優れた経営者ですが、人間的にはですね、伝記なんかをお読みになったことあるかもしれませんけれども、結構鼻もしならない人だったということもありますし、今回 の, そのビジネスと良心というですね、中ではですね非常に彼にスティーブ・ジョブスに良心が、良心がない人は多分いないと思いますけれども、彼がその良心というのを一体どう捉えていたのかというのは非常にやっぱりでも興味のあるところだと思います。ただ彼のビデオを見ていただいたのはですね、ここに書いてあるそのイノベーションというですね、企業の活動にとって最も重要なものでありますけれども、そこにおける一つ大きな課題、模倣ということについてですね、彼のスピーチを聞いていただいて、その中にあるですね一つのエピソードから考えてもらおうと思ったわけです。ちょっと思い出していただければと思いますけれども、イノベーションというもの自身はシュンペーターがですねで定義した言葉でありますけれども、今自分たちが持っているあるいは外部にあるさまざまな経営資源を組み合わせることによって新しい組み合わせ方をですね、考えることによって、価値を生み出す、企業で言えば新製品あるいはサービスをですね、生み出すということになるわけですけれども、そういう意味でもその組み合わせ方をですね真似ることというのは実は非常に簡単なわけです。ただその模倣とですね、そのイノベーションの間には大きな差があると、そのあたりのことをここで言うそのコピー・オア・スティールというですね、言葉で表しています。で、彼がそのスティーブ・ジョブスがスタンフォード大学の卒業式でですね、語った、3つ の, ストーリーなわけですけれど、その最初がですね、このコピー・オア・スティールに非常に深く関わっています。で、前回も少しお話ししましたけれども、スティーブ・ジョブスが一番最初にですね、出したある種のヒット作、もう今でも私も今マッキントッシュの、MacBook なんかを使ってるわけですけれど、皆さんの中でもマッキントッシュのパソコンをですね、お使いになっていらっしゃる方がいると思いますけれども、彼が一番最初にそのマッキントッシュを出した時にですね、世の中の人たちは大歓迎をしました。これは素晴らしい、従来にない、新しい価値を持ったパソコンであると、言ったわけですけれど、コンピューターの専門家から見るとですね、少し違った見方がありました。それはどんな見方かというと、マッキントッシュというのはある企業の研究所が生み出した技術をですね、そのまま使って、まさにコピーをしたパクリであるというようなですね、そういう言い方をしました。
で、その会社はどういう会社かというと、まあ、あのコピー機で有名なゼロックスのですね、研究所がそのシリコンバレーにあります。パロアルトっていう、それこそスタンフォード大学のですね、すぐ近くにあるあのゼロックスパロアルト研究所、ゼロックスパーク PARC っていうですね、パロアルトリサーチセンターっていう、その研究所のですね、技術をパクってきたという言い方をされました。で、そのゼロックスパークというのはですね、それこそ今我々が使っているその、まあ、パソコンのですね、ある種の原型を作った会社です。で、その中で使われている諸々の技術、例えばマウスとかですね、ビットマップのディスプレイとか、ほとんどの技術はですね、その研究所から生み出されました。で、ただ問題はそのゼロックスパーク、まあ、ゼロックスの、 あの一つの研究機関だ、まあ、研究所だったわけですけれど、ゼロックスはですね、その技術をうまく使いこなせませんでした。せっかくいい技術があるのに、そこからですね、価値は生み出せなかった。で、そこから価値を生み出したのはその、まあ、スティーブ・ジョブズだったわけですけれど、彼はですね、ただ単に、そのゼロックスパークの技術、それをそのまま使ったわけではありません。あのビデオの中でも言っていたように、今の PC はですね、いろんなタイプ の、 その文字を使えます。まさにそれがですね、まあ、今の PC がですね、さまざまなところでその使われている、特にデザインの分野も含めてですね。で、皆さんがいろんなあのレポートを書くときでもですね、イタリック の、 あのフォントを使ったり、さまざまな大きさのフォントを使ったりですね、その感覚をですね、自動的に調整してくれるような、そういう技術が中に組み込まれていますけれども、それはまさにですね、スティーブ・ジョブズでなくてはできなかったことです。非常に小さな技術かもしれないと思うかもしれませんが、それが今の、まあ、コンピューター、あの PC を含めたですね、今それこそスマートフォンも含めて、そういうもののですね、ある意味で非常に重要なポイントになっている。ただ単に外部の技術をですね、取り入れてきて、それを使うのではなくて、彼の経験、あるいはあのそれ以外にもですね、ある意味で の、 そのデザイン性とかですね、使い勝手とかですね、そういうところに関する新しい彼自身のアイデアみたいなものをうまく組み合わせることによって、で、世の中にない価値を満たした。で、彼がイミジクもあの中で言ってましたけれど、 Windows、まあ、あのビル・ゲイツ、まあ、ビル・ゲイツと実はあのスティーブ・ジョブズってそんな仲悪いわけではないんですが、Windows に対してはですね、非常に批判的なあの考え方を持っていました、スティーブ・ジョブズ自身は。Windows マシンというのは、あれは完全なマッキントッシュのまさにコピーであると、単なるコピーであると。ですから、まあ、マッキントッシュがなければですね、今の PC というのはただ単なるその、まあ、非常にこう無機質なですね、ものしか、まあ、あの表現できないようなそんなシステムになっているなんてことをこう言ったわけです。まあ、そういう意味でそのまあ、ここにですね、その良心というのがどこにあるのかっていう議論をするのは非常に難しいかもしれませんけれども、そのイノベーションということにおける、まあ、一つ の、 その重要なポイント、特にその模倣に対してどう捉えればいいのかというあたりのポイントがあると思います。で、これをですね、我々にこう、まあ、日本の企業にとってですね、この模倣という問題が一体どういうふうに今捉えられるのかというポイントです。よく言われているのは、例えばその中国とかですね、他の国の、まあ、新興国のですね、企業が日本の技術をコピーをして、それをこう使っている、これはけしからんとこういう言い方をするわけですけれども、実はそう言っている我々自身が、日本自身がですね、実はそのここで言うコピーオアスティールのコピーの道をですね、辿ってきています。私も大学院を卒業して、まあ、昔の電電公社、今の NTT に入ったのが1976年でした。昭和51年です。で、当時の日本はですね、高度成長期が終わりかけてる 時でしたけれど、まあ、まだ高度成長期の真っ只中かな、でも終わりの方ですね。ただその当時の日本企業というのはですね、トップではありませんでした。世界の中ではですね、2番手ぐらいの感じですね、あるいは3番手かもしれません。トップはですね、それこそアメリカの、まあ、私がやってた分野で言えばですね、IBM とか、
そういう企業がトップで、でそこの技術をですね、我々は学んだわけです。ある意味でコピーをしたんです。最初に何をしたかというとですね、私はそのコンピューターの、その記憶装置である、皆さんも今使っているかもしれませんが、ハードディスクの、あの研究をしていました。でハードディスクっていうのは非常にその、ある種意味でのメカトロニクスなんて言葉は最近古いかもしれませんが、エレクトロニクスだけではなくて、ある意味でのそのメカニズムの、非常に複雑なメカニズムの塊のような、あの機械です。でその研究に従事することになって、当時何を最初にしたかというとですね、 IBM のハードディスクを手に入れてきて、まあ、あの購入することは可能ですから、でそれをね分解するんです。で分解をして寸法を測るんですね。で寸法を測って、それをそのまま作るのであれば完全なコピーですけれど、我々はですね、その寸法を測って、例えばいろんな部品の寸法がどうしてこの寸法になっているのかということをですね、まあ実験をしたり、あるいは数値解析をしたりして、そのある意味での設計のですね、そのまあ秘密みたいなものをですね、解き明かそうとするわけです。まさにそのコピーをして、そこにあるですね、ある種の本質的なものを盗もうとした。で盗んだ後にですね、何をするかというと、そこに自分たちのまたアイデアを付け加えるわけですね。自分たちの技術とか。でそれで、まあ、1980年代の半ばにはですね、ほぼ10年近くかかったかもしれませんが、一時期、ある一瞬だったかもしれませんが、その IBM の技術を追い越すことができました。それから数年間が日本のですね、まあ我々と一緒にその研究開発をしてくれてたのが NEC とか日立とかですね、富士通っていう、そういう、まあ、コンピューターメーカーだったわけですけれど、その企業群がですね、そのハードディスクの、まあビジネスの中でかなりですね、優位、まあ、世界的にもですね、優位な地位を占めていたっていうこともあります。でそういう意味で言えば、その、まあ、新しい価値創造というその営みであるイノベーションの中において、コピーから始めて盗んで、そこからまたさらに新しいそのイノベーションを起こしていくっていうことがですね、重要なポイントになるんだろうということだと思います。で、そういう意味で言えば、ただ単にその模倣を非難するのではなく、ひょっとすると我々がですね、今もう一度その模倣のフェーズに戻らなくてはいけないのかもしれないっていう、そんなこともですね、考えるべきことではないかなと。ただその時に、ただ単に模倣で終わればですね、そこには何も残らない。模倣して盗んで、そこにまた自分たちの新しいものを付け加えることによって、その企業が発展をしていく。でそういうことを、その営みの中からある種のその良心的なものもですね、生まれてくるのかもしれないということだと思います。で、でまあ今日はですね、そういうことを踏まえた上で、まあ、最後のまとめとしてですね、こんなお話をしていきたいと思います。もうこれも一番最初の講義の中でお話したことかもしれませんけれども、そのよく陥りがちなですね、考え方というのは、ある種の二項対立です。まあ、規模の大小で言えばですね、大企業は悪で、ベンチャー企業は、それにですね立ち向かう、善なるものの象徴みたいなですね、考え方とかですね、あるいは、経営層と労働者の間には必ず対立があるとかですね、あるいはその経営層と株主の間にも対立があるとかっていう、そういう考え方、あるいは、まあ、この話はしたかどうかちょっとあれ分かりませんけれども、まあ、ビジネスのですね、戦略を考える中で一つの重要な考え方があります。競争戦略という、まさにそのコンペティションというものをですね、どう捉えるのかっていう考え方ですけれど、その中にはですね、自社とライバル企業とかですね、自分の会社とお客さんとかですね、あるいは自分の会社に対していろんなものを提供してくれるサプライヤー、あるいは新規参入企業とか、もろもろのですね、その対立関係のようなものを設定をして、そこにおけるその、まあ
そういう対立する側からこう受ける脅威をですね、分析する中から自分たちのですね、進むべき方向を決めようというような、そういう考え方があります。この競争戦略という考え方は、1970年代後半にですね、ハーバード大学のビジネススクールで非常に有名なマイケル・ポーターっていう、多分名前ぐらいは聞いたことないかな、あまり聞いたことないかもしれませんが、非常に有名な、人がですね、提唱した考え方なんですが、これはまさにその、まあ、ある種の対立する関係というものをですね、ビジネスの中の非常に重要な要素であるというふうに設定をした考え方になります。でただこの考え方だとですね、やはりもううまくいかないのではないかのかなということが最近言われ始めています。そういう二項対立、勝者と敗者、あるいは善と悪というようなですね、そういう二項対立の中で物事を捉えるのではなくて、もう少しその柔軟に、もう少し幅広いその視野で、このビジネスというものを捉える必要があるのではないかということです。で今日の、まあ、最後のこの講義の中では、このあたりについてのですね、いくつかの考え方ということをちょっと紹介をしながら、この講義を終わらせていきたいというふうに思います。で、よくこの二項対立のですね、中で言われていることも代表的なのはですね、今まさにその先進国と新興国の間の関係っていうのがですね、その中でよく取り上げられてきます。要するにそのグローバルな大企業がですね、世界のマーケットの中で、いろんな、まあ、ビジネスをしながらですね、こう富を蓄積をしていくと。でその過程の中において、新興国の人たちというのは、ある意味搾取される側になっているっていう考え方があります。いろんなその例えばその、アフリカとかですね、そういうところのから、いろんな原材料がこう産出されるわけですけれど、その原材料をですね、安く調達をしてきて、それをそこに付加価値をつけて、ビジネスをする。で原材料はほとんど価値が、価値がないとは言いませんけれども、そんな大きな価値はないと、そこにつけた付加価値によって、こうビジネスが成り立っているという関係で言えばですね、トータルで例えばある、今、皆さんが持ってらっしゃるスマートフォンなんていうのは1台数万円から、アップルの iPhone なんかだと7、8万、9万円ぐらいするようなものもあるわけですけれど、その中で使われている材料というのはですね、たかだかその原材料の、例えばそのプラスチックの材料になる石油とかですね、あるいは半導体の材料になるシリコンとかですね、そういう材料自身の値段で言えば多分そのトータルの額の 10% もいかない、数パーセントぐらいの、例えば10万円、例えばアップルの iPhone、 10万円のアップルの iPhone があるとしましょう。そうするとですね、原材料にかかっているお金というのは、たかだか数千円、ひょっとすると2、3000円ぐらいかもしれない。でその2、3000円がそれを生み出している、例えばアフリカのですね、ある、鉱山の労働者のところにですね、こう渡るわけですけれど、そのアップルが得るですね、利益に比べれば微々たるものであると。でそうすればですね、アップルはそのアフリカの人たちを搾取しているということに、そんな考え方がですね、こう出てくるわけですね。でそれはまさにその搾取する側と搾取される側、敗者と勝者みたいなですね、そんな関係なんですけれど、実はそんな単純なものでは多分ないんだろうと。で逆に言うと、もう少し違う考え方でそのビジネスというものをこう再定義したり、あるいはそのビジネスのですね、在り方を作り直す必要があるのではないかということがですね、今最近盛んによく言われています。でそれを実はある種なんて言うんでしょう、と提唱しているのがですね、さっき出てきたそのマイケル・ポーターなわけです。
まあ、彼がですねこういう言い方をしています。まあ、80年代70年代の後半にはですねその競争戦略という二項対立のですね構造を持ち込んだ張本人が、2000年に入ってから最初に彼が言い出したのは2006年ぐらいだったかな、こういうその言葉を彼が提唱しました。 Creating Shared Value、 要するに競争価値、要するに共に作る、まあ、価値をシェアするですね、そういうその考え方というのをですね提唱しました。でそういうことをやってる企業というのがですね、これから成長するんだと、ただ単にそのライバルにどう勝つかっていうことを考える企業ではなくて、まあ、自分たちにその関係するようなある種のステークホルダー、その、まあ、ライバルもそうかもしれませんし、お客さん、あるいはサプライヤー、原材料をですね提供してくれるサプライヤー等も含めて、でその人たちでトータルの価値をどうシェアをするのかっていうですね、そこが非常に重要な、そのシェアのやり方をうまく形作れれば、そのビジネスというのはですね、さらに高い価値を生んでより企業は成長できるっていうですね、そういう考え方を出しました。これがクリエイティングシェアドバリューという考え方です。でその典型的な例がですね、それこそ、ネッスルっていう、ネスレっていうあのネスカフェとかそういうものを作ってるその会社がですねやってることがその一つの例であるっていうふうに彼は言ったわけです。でネスレが一体どういうことをやっているかというと、あの会社はまさにその例えばネスカフェであればですねコーヒーを、インスタントコーヒーとかを作ってるわけですね。ですから当然のようにそのコーヒー豆をその調達する必要があるわけです。でコーヒー豆が取れるところというのは例えばアフリカであったり、そのケニアのキリマンジャロの近くのところであったりですね、あるいはそのブラジルであったり、あるいはインドネシアのジャワ島であったりっていうですね、それこそまあ新興国というか、発展途上の国がほとんどなわけですね。でそういうところで働いている、まあ、農民とかあるいは作業をする人たちっていうのはですね、ある意味で普通に考えれば搾取される側であると。でまあネスレもですね昔はそういうところからですねできるだけ安くその原材料を調達をする、で新しいですねより原材料をたくさん得ようと思えばですねジャングルを切り開いて植林をして、というようなですねそういう、まあそれが一番最もこう効率的なそのビジネスの進め方だというふうにこう考えられてきた。でもそれだと当然のようにその地球のですねその、まあ面積には当然限りがあるわけですから、ある種の再生産をですねさせるためには違うことを考える必要がある。でさらに、そういうところでですね、よりその生産性を上げてもらうためにはそこで働いている人たちに対してもただ単なる搾取するされる側という位置づけではなくて、共にそのビジネスをこう成長させていくパートナーであるっていう考え方が必要になってくる。でネスレなんかが何をしたかというと、自分たちが得た、まあ、その利益の中からですね、新しいその、まあ、森を作るためのですね新しい投資をしたり、あるいは、より高い、まあ、より高いというか、多少高い値段でその原材料であるコーヒー豆を買うことによって、その人たち、あのそこで働いている人たちの、まあ、生活をですね少しでも改善をしようという考え方で、こういうものがですね今世の中の企業が行おうとしていること、まあ、というかそういうことをするべきであると。例えばネスレだけではなくて日本でもですねいろんなそういうことをやってる会社があります。外国でユニリーバーとかですねいろんな会社が、まあ同じようなというかそれに類したような取り組みをしている。でこういうことをする企業がですね、これからその成長していくその企業なんだということをこう言ったわけです。でそれをクリエイティングシェアドバリューという考え方でこう示したと。でも
ちょっと思い出してください。この考え方というのはですね、そんなに古いものでは、というかそんな新しいものではないと思います。なぜかというと、最初にフォードの話をしました。ヘンリー・フォードはですね、大量生産、マスプロダクションのですね、システムを導入した人ではありますけれども、彼がどうしてそういうシステムを導入したかといえば、できるだけそれをすることによって生産性を上げて、たくさんの給料を労働者に払いたいと。で、ただそれが、経営側と労働側という、ただその関係の中だけにおいてですね、しようとしたためにかどうかはあれですが、そう割と狭い関係性の中でそういうことをしたために、ある種そこで大きな問題が出てきて、ある種の搾取する側とされる側のようなですね、対立関係が生まれてしまった。で、それを改善するために今言われているこのクリエイティングシェアドバリューというのはですね、ただ単なる1対1の関係ではなくて、もっと広い関係の中で、さらに言えば、さっきのそのネスレの話で言えばですね、その今のこう気候変動に対する考え方なんかも含めたですね、その中における企業の社会的責任、CSR なんて考え方もありますけれども、それをさらに広げたような考え方がこのクリエイティングシェアドバリューであるというような言い方をしています。で、少しもし興味があればですね、このクリエイティングシェアドバリューというので、ウェブの上で検索してもらえれば、いろんな考え方他にもいっぱい出てくると思います。で、例えば皆さんが就職したいと思っている会社もですね、こういう活動をしている会社かもしれません。そういう意味でもですね、一度ご覧になるといいかもしれません。で、ただこの考え方は、さっきのフォードの話もしましたけれども、実は日本にもですね、同じような考え方が昔からありました。我々は今この京都の大学で皆さん学んでいただいているわけですけれど、隣のですね、滋賀県、近江の国にはですね、昔からその商売のうまい人たちが多いということで、その近江商人なんていうですね、そういう人たちがこういたと言われています。その典型的な、ちょっと器用方便はありますけれど、それこそ西武を作った西武鉄道とかですね、の創業者であった堤さんなんていうのは、まさにその近江商人の代表、ちょっと違うんじゃないかなっていう人もいますが、近江の出身のようです。で、それ以外にもですね、いろんなその近江の国にはその商売の上手い人たちが多かったと。彼らはただ単にその儲けるだけではなくてですね、彼らが言った言葉がこれです。三方よしっていう言葉があります。これはただ単にそのビジネスをしている人たちが利益を得るだけではないと、それだけではそのビジネスというのはですね、お商売というのはうまくいかないんだと、成長もしないんだと。で、そこでこの自分たちも良くなくてはいけないと。で、買ってくれる人もそれによってですね、利益を得なくてはいけない。で、さらにその売り手と買い手がですね、存在している世の中全体に対してもその利益をもたらさなくてはいけないっていう考え方をですね、まさにその近江商人というのは一つの、ビジネスの哲学として、持っていたと言われています。で、この考え方というのが実はまさにこのクリエイティングシェアドバリューにもですね、通じる部分なので、そういう意味で言えば日本の企業というのは、そういうことができるある意味での素地は持っている、その DNA としてという言い方もできるかもしれません。で、今京都の企業の中にもですね、この三方よしっていうのをですね、一つの社税のような形にして、出している会社もいくつかあります。多分このあたりも皆さん、自分がその就職したい会社のですね、企業案内とかホームページを見るとですね、こういうような考え方がですね、色濃く出ている会社もあると思います。で、こういう考え方をですね、もっとこうトータルで見ると、最後に示したこの言葉です。コーペティション。ちょっと多分皆さん聞き慣れない言葉だと思います。コンペティション、
競争とですね、コーポレーション、協調というもののある種の造語です。それを組み合わせた言葉です。それをコーペティションと言います。で、まさに企業同士、まあステークホルダー同士がですね、競争と協力をですね、一緒にこうしながら世の中にある種の利益をもたらしていく、そういう競争と協調の関係をうまくですね、アレンジできればみんながハッピーになれるっていう考え方です。で、この考え方というのが、これはちょっと書き方としてあんまり適切じゃないのかもしれませんが、その企業というのはですね、必ず競争と協調っていうのをこう繰り返している。ある時には競争するし、ある時には協力をする。で、そのやり方があまりうまくいかないとですね、世の中というのは、まあ、マイナスの方向に向かっていく。で、この仕組みをうまく設定できれば、その社会というのはですね、もっといい方向に行くんではないのかっていうことだと思います。で、例えばさっきも何回も言いますけど、その経済学部の人たち、あまり、自分からはですね、自己申告していただかないみたいですけれど、多分ゲーム理論っていう考え方というか、その多分勉強されてると思います。ゲーム理論というのがですね、まさにこの競争と協調の関係をですね、コントロールするための一つの大きな考え方、フレームワークになります。で、ここでは詳しく言いませんけれども、そのゲーム理論の中のですね、最もその単純なというか説明する時のですね、例としてよく使われるのが囚人のジレンマっていうまあ、エピソードがあります。で、2人の囚人がですね、まあ、というか2人がですね、仲間がある犯罪を犯したと、まあ、例えば、まあ、殺人というとちょっとあれかもしれませんが、あるですね、詐欺事件のようなことを起こしたと。 でも、まあ、その悪事はですね、必ず露見しますから、警察に捕まった。で、取り調べを受ける。当然取り調べは別々に受けるわけです。で、そこそこの経済犯だったのでですね、ある意味でその事実が明確にですね、全てのものが明らかになってですね、裁判なんかをすれば懲役多分15年ぐらいは食らっちゃうかもしれないなと、そのぐらいの事件なんですね。でもなかなか2人ともですね、口を割ろうとしないと。で、黙秘を続ければですね、多分証拠が揃わなくて、多分10年ぐらいの、まあ10年、5年ぐらいですかね、5年ぐらいの刑になる可能性もあると。で、そこでですね、その取り調べをする人がこういうふうにしてですね、言うわけです。ある囚人 A、B と2人いるとすればですね、 A と B にですね、当然のように一緒に取り調べなんかしませんから、別々にするわけですけれど、自白をしたら刑期をですね、短くしてやろうと。5年のところを2年で出られるようにしてやってもいいぞと、とこういうわけですね。でも自白をしなければ、自分がお前が自白をしなくてですね、お前の仲間が自白をしたら20年の刑を食らうような、そんなですね、形でなるかもしれないぞと。自白をすれば2年、自白をしなければ20年。で、ただ、さっき言ったように、その2人とも自白をしてしまうとですね、全ての証拠が明らかになるわけですから、15年ぐらいの刑を食らう可能性はあると、ということをですね、 A と B にですね、こう提示するわけですね。そうするとですね、何が起こるのか、こういう話です。で、それがまさにその、囚人のジレンマということになるわけですけれど、この話は多分聞いたことがあると思います。ゲーム理論の一番最初のポイントですから。
A と B がですね、協調をすれば、協力関係をうまくできるようになれば、まあ実際会えませんから、協力しようかどうかっていうのは相談はできません。でも2人とも協力をしてですね、黙秘を続ければ、証拠が上がらないので5年で出られる。ちょっと書いてみるとこんな感じですね。ちょっとな、あれ書くものがないかな。あれ、ないね。あ、こっちにあるのか。まあ、星取り表みたいな感じで ここになるわけですけれど、A とですね、B がいますと。で、A がですね、こう自白、あるいは黙秘、黙秘の黙ってどういう字だったか、字が書けなくなった。黙秘ってこんな感じでしたっけ？これ突き抜けないな。黙ってこう否認するんですね。こっちも同じですね。自白と黙秘。お互い黙秘をするとですね、2人とも5年で済むんですよ。5年。でももし A が自白して2人とも自白すればですね、15年ですね。2人とも15年、 A が自白して B が黙秘するとですね、何が起こるか。 A の方は2年、 B はですね20年くらいですね。黙ってるわけですから、協力しないわけですから。で、 A が黙秘してて B が自白すればですね、逆に A が20年で B が2年で済むと。で、何が起こるのかっていうことですよ。お互い協力関係、協力してですね、黙秘すれば5年で一番いいかもしれない。でもひょっとして自分が黙秘してて相手が自白してしちゃうとですね、20年くらっちゃうかもしれない。さて、どうするのか。お互いに相談ができれば当然のようにその黙秘になるんでしょ。協力関係ができるかもしれませんが、なかなかそうはいかなくてですね、結局何が起こるかというと、お互い自白してしまう。そうするとですね、15年の刑を食らう。こういうのジレンマだって、こういうわけです。協力をすること、あるいは競争をすることの中にあるですね、一つのジレンマです。で、こういうことをうまく調整ができないといけなくなるわけですね。で、まあ、ゲーム理論というのはこういうのを、まあ、これは一番シンプルなものなんですけれど、こういうその、そのゲーム理論をですね、こううまくこう使うことによって、お互いその談合しなくても、談合して協力するというのは、これはあのビジネスの世界で一番悪いことですから、アンチトラストとかですね、カルテルみたいなものをこう組んだりするような話になってしまうので一番良くない話なんですけれど、でも相手のことをですね、どうこう分析をするのか、そういうことができればですね、お互いハッピーになれるかもしれない。で、こういうことをですね、こう、まあ、これがその、両親の話をゲーム理論で話すのはですね、非常に難しいんですけれど、こういうことも考えておく一つのですね、ポイントになるのかもしれないということです。で、もう少しちょっとあの
ゲーム論と離れてシンプルにですね、このあたりのことをちょっと考えてみましょう。で、そのビジネスの世界にはその競争と協調があると。で、これはですね、競争相手自身が協力してくれるパートナーにもなりうるっていうことでもあるわけです。例えばコンペティターというのは、当然のように同じようなですね、電気製品を売ってる会社であればパナソニックとですね、シャープは今度ホンファイ、台湾の会社の子会社になりましたけれど、そういう電気製品をお互いに売ってる会社はですね、直接的なライバルではあるわけですけれど、彼らはですね、ある種の協力関係を常に持ってます。例えば、少し前で言えばコンパクトディスクの CD とかですね、最近で言えば DVD とかブルーレイっていうですね、そういう映像を見たり、音楽をこう聞いたりするようなそういう、装置があるわけですけれど、例えばブルーレイとか DVD に関してはですね、CD もそうですけれど、ある種のスタンダードがあります。標準があります。で、その標準を作っていくっていう作業はですね、お互い協力をしながら、いくつかの企業が、その分野の企業がですね、あるグループを作って標準化の作業をするですね、で協力をしながらその技術開発をしていくということをしているわけです。で、その標準ができた後に、標準を作りながらでもそうなんですけど、その標準を使ったいい製品を作って、それでビジネスで戦う、まさに協調と競争がですね、同時に起こっているような、そういう関係です。で、全てのビジネスにですね、こういうことがほとんど存在をしているっていうことになります。で、お互いに協力する関係の人たちのことをコンプリメンターと言います。パートナーと言ってもいいかもしれませんが、お互いに補完をしている相手です。で、同じ業界でなくてもですね、例えば、自動車の場合はですね、自動車会社のコンプリメンターっていうとですね、その道路を作ってくれる人とかですね、自動車ローンのですね、取り扱いをしてくれる銀行とか信用組合とかですね、あるいは自動車保険の会社とかですね、そういう会社もコンプリメンターになります。で、自動車会社同士もお互いこう競い合いながら、さっき申し上げたいろんなその標準とかですね、あるいは部品の共同調達とかですね、そういうことをしながら協力関係もなりますけれども、その産業を構成しているそれ以外の会社というのがですね、そのコンプリメンターとあり得るんだと。ですから、ただ単にその売り手買い手っていうですね、対立関係ではなくて、そこの中にある種のその競争以外の協力する環境をですね、うまく作れた会社がそのビジネスの中で成功していく会社になり得る。で、その時に多分一番重要になるのがですね、この講義の中での中心的な話題になって、良心的なるもの、ある種の企業間同士のですね、信頼とかですね、そういうもののベースになるようなものが多分その良心、ここでこう議論の中心になるであろう、なってきたそのビジネスにおける良心というものなのではないかなというふうに思います。もうそろそろ時間が45分になりましたので、ちょっとこの講義自身のまとめとしてはですね、かなり中途半端なまとめになっているかもしれませんけれども、その企業における良心、あるいはビジネスにおける良心というものについてですね、いろいろこう議論してきたわけですが、最後にこれだけはちょっと言っておきたいと思います。で、皆さんも当然良心をお持ちですと。で、ただその良心というのは前回も話したかもしれませんが、ある種先天的なものでは多分ない、かなり後天的な形でその人間の良心というのも形作られてきている、社会との関係とかですね、そういうもの。
で企業というのも、まあ、法律的なその人格、まあ、法人になるわけですから、でも当然無機質なものなので最初から、その良心というものをですね持っているわけではない。で人間のように、会社自らがですねその良心というものをこう育て上げられるわけではない。当然のようにその企業をこう構成している経営者あるいは労働者あるいは、そこと関連しているですねパートナーとの関係性の中である種の良心のようなものがこう生まれてくるのだろうと。でただそれはですね、当然会社ですから一つのシステムとしてその定義されるべきものに多分なるんだろうということだと思います。でそういう意味ではですねビジネスにおける良心というものは、そこの、まあ、企業にいる人たちがまあ中心になるとは思いますけれども、その人たちがですね意識して作り上げるべきものであると。まあ、どんな企業でもほとんどの企業は、スタートアップから始まります。ソニーにしても京セラにしてもですね。でその創業者が持っていた思いみたいなものが成長していく間にうまい形で作り上げられれば皆さん外部から尊敬される会社になる。でもですね、これまですごくいい会社だと言われていた会社がですね例えばいろんな不正な経理を起こしたり不正経理の問題とかですね、製品の、まあ、燃費のデータとか、をごまかしたりということも起こるわけですね。そういう意味ではその、まあ、企業における良心になるものはですねただ単に作り上げればいいってものではなくてそれをメンテナンスしなくてはいけないということになるわけです。でさらに世の中がこう変わっていくわけですからそれをですね変革してさらに改善していかなくてはいけない。これが多分その、まあ、企業における良心、まあ今回のその講義の中であの企業というのは木のメタファーで表せるっていう話はしましたけれどその企業を構成している一番重要な根っこの部分にですねそれその良心的なものがですね存在をしていてでそれはですねこういう感じ考え方で作り上げて維持をしてでさらにその改革改善していくべきものだろうとこういうことだと思います。これで私の講義はちょっと終わらせていただきますけれども。